はい、こんにちは。大和サンドでフリーランス美容師をしています。奥谷です。今日はですね、いきなりなんですけども、自分の顔型が何に該当するのかっていうのは分かっていますか？今日はそんな不安を払拭するような、ご自身の顔型が確実にセルフで分かる自分の顔型診断。結構ね、ヘアカタログとか似合う前髪とか似合う髪型とか調べた時に、顔型って絶対つきものですよね。この顔型はこの前髪やっちゃダメとか、この顔型はこのヘアスタイルは似合わないとか、結構ね書かれてたりすると思うんですよね。で、大きく分けるとね、顔型って6つあります。卵型、丸顔、面長、逆三角形、ひし形、四角形ですね。で、ここまで分けると、例えば、卵型さんと丸顔さんとひし形さん、どれもね、ちょっとの誤差で変わってくるので、もしかしたらね、自分はこの顔型だって思ってても、もし違う顔型だったら、自分が思ってる顔型を頼りにヘアスタイルを探すと、なんか似合わないとかっていう現象が起きてきちゃうことがあると思います。なので、ご自身の顔型をまずしっかり把握しといていただきたいなと思っております。で、今日の診断方法なんですけども、まず4つ質問させていただいて、すべて数字で答えれるようになってます。なので、その4つの数字をメモしていただいて、僕がこの番号はこの顔型ですよっていう発表を最後にするので、ぜひねメモを取っていただきたいなと思います。わざわざねノートとか出すのめんどくさいと思うので、コメント欄にたった4つの数字を並べるだけで大丈夫なので、皆さんのコメントで書いておいていただけると、まあ、ご自身もね後で覚えやすいですし、僕自身もねどんな顔型の方が多いんだろうっていうのが分かるので、今後の動画作りの参考にもしやすいので、ぜひ皆さんコメント欄を活用していただけると嬉しいです。じゃあ早速行ってみましょう。じゃあやっていきましょう。まずですね、1つ目、顔全体の中で最も幅が広い部分を探してください。1つ目、横幅ですよ。横幅1番、眉毛よりちょっと上ぐらいの横幅。2番、まあ、目の下と鼻の先の間ぐらいですねの横幅。3番、口の下ですね、顎と口の間部分ですねが3番。1番2番3番ですね。じゃあ2つ目、顔の縦の長さと横の広さですね、この横幅の広さを比較してください。縦が A とします。で、横が B とします。A の長さよりも B が狭い人、これ1番です。 A の長さより B の幅が広い、もしくは同じ、これが2番です。で、3つ目の質問ですね、眉下の幅と顎の幅ですね、この骨があるから分かりやすいですよね、顎の幅を比較してください。ここが A として、ここが B としますね。ここの長さが、ここの横幅が、まあ、ほぼほぼ同じでしょって人1、 A の方が B より長い人は2、逆に B の方が長い人3です。で、次、最後の質問ですね。顎の形、顎の輪郭を見てください。1、尖ってる。2、四角い。で、3が丸いですね。まあ、一番近いものに当てはまる。1、尖ってる。2、四角い。3、丸い。一番近いなと思うものを書いてください。たったこの4つの質問で、ご自身の顔型がわかります。じゃあ、結果発表いきます。まず、卵型さんからいきます。卵型さんの数字は、こちらになります。まあ、卵型さんっていうのはもう一番理想的な顔の形になります。まあ、正直ね、似合わない髪型がないと思っていいぐらいですね。で、他の顔、どの顔型さんも卵型さんの顔型に見えるようにヘアスタイルを作っていくような感じなんですね。理想の顔型です。この顔型、この髪型が似合いますとかってあるじゃないですか。あれっていうのは、この髪型にすると卵型に近づきますよっていう意味合いなんですね。なので、卵型さんはもうどんな顔ヘアスタイルしても、まあ割と似合ってくると思います。次、丸顔さんの番号がこちらになります。こちらですね、もちろん丸顔を強調するような髪型っていうのが似合ってこない要素になるんですけど、例えばパッツン前髪とか、ちょっと横に広がりのあるショートヘアとか、まあショートヘアでもカールをつけるとか、そういったものが似合いづらくなってきます。逆にね、サイドがタイトなヘアスタイルとか、ちょっと長さのあるボブとか、あと前髪で言うと縦に隙間ができてるシースルーバンドとか、そういったものが似合ってきます。じゃあ次、逆三角形型ですね。逆三角形の番号がこちらです。逆三角形型はね、まあ下が尖っているので、上にばっかりボリュームがくるようなヘアスタイルとかは似合わないですね。まあ、例えばすごいショートヘアとか、まあ、そもそもこの辺に髪の毛がなくなってくれて、上にだけボリュームが出るので、より逆三角形を強調してしまったりとかします。まああとは前髪に縦幅を作る、まあシースルーバングとかでもねいいとは思うんですけども、まあ、僕みたいにこうしっかりセンターで分けたりとか、あとまあ斜め分けでもいいですけど、縦にシャープに隙間ができるっていうのが、この下のとんがりと対照的になるので似合ってきます。次、ひし形さんですね。ひし形さんはこちらになります。
まあ、ひし形さんで言うとパッツン前髪とかもこのひし形っぽさがなくなって逆三角形っぽく見えちゃうのであまりおすすめじゃないです。逆にね、まあ、しっかりおでこを出してあげたりとか、ちょっと顎がシャープなのでこの辺にボリュームが来るようなボブスタイルとかにしてあげるとすごい似合ってきます。まあ、比較的ね、卵型さんに近い顔型なので似合うか、まあ、髪型はね割と多いとは思います。で、次、四角形の顔型さんがこちらの番号です。まあ、かなり多いですけどね、ちょっと探してみてください。で、こちらが NG なのは、まあ、同じく、パッツン前髪とかですね。より四角を強調してしまいます。顔のね、フレームを四角く切り取ってしまうので、強調してしまったりとか、まあ、そんなにやってる人多くないですけど、例えば、ここにボテンと、こう、姫カットみたいな、太めに作っちゃう人とか、まあ、結構、例えば、エラーを隠したい人とかって、まあ、意外とやりがちだったりするかもしれないんですけども、それも、顔のフレームをやっぱ四角く切り取っちゃうので、四角形を強調してしまいます。こういう方はね、やっぱ長めの前髪で、この辺にね、毛束が落ちるような前髪とかは、すごいね、似合ってくるんじゃないかなと思います。はい、で、最後、オムナガさんがこちらですね。まあ、オムナガさんっていうのはね、ちょっとおでこをあんまり出したりすると、やっぱりオムナガっていうのは強調してしまうので、あまり似合ってこない可能性が高いです。まあ、あとは横にボリュームを出さずに縦に印象づくようなヘアスタイル。まあ、ストレートのロングヘアとか。まあ、長めで行くんだったらちょっと巻いてあげて、横にもボリュームをね、つけてあげるとかするのがいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、ちょっとウェーブヘアだったりとか、あと前髪とかを少しワイドにしてあげたりとか、するとね、似合ってくるんじゃないかなと思います。皆さん、ご自身の顔型分かりましたでしょうか？まあ、これはね、ご自身の顔型っていうのを参考に、自分のね、似合う髪型っていうのを選んでもらうといいんじゃないかなと思います。もしかしたらね、今同じようなね、ヘアスタイルをずっとね、やられてる方とかも多いと思いますけども、もっと自分に似合うヘアスタイルに出会えるかもしれないので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、それでもね、ちょっとわからなかったっていう方とかは、僕たまにDM とかで、なんか皆様からご自身のね、こう写真とかをいただいて、私の顔とか顔型とか髪質とかに、どんな髪型が似合いますかとかっていう質問とかもよく来て、それもね、しっかり僕が考えてお答えしているので、もしね、まあ顔型もそうですし、自分の顔型がまだわからないとか、なんかお悩みとかあれば、概要欄にあるインスタの DM か、LINE アットにご連絡いただけるのであれば、しっかり答えさせていただきます。まあ、あとね、細かいわからないこととかも、まあ、コメントとかね、いただけると、全部お答えさせていただきますし、皆様のお悩みっていうのをコメント欄にお聞かせいただけると、すごく嬉しいです。ぜひ、ご協力お願いします。じゃあ、今日の動画は以上になります。この動画が良かったと思った方は、高評価。良くないなと思った方は、低評価を。で、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いいたします。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。